皆さんこんにちは、K1 です。 JT です。今日は少し難しいパス練習をしていきたいと思います。今まで練習してきたアウトサイドタッチとインサイドキックを使います。マーカーを使って左右に動くパス練習を2つ教えます。マーカーの代わりにペットボトルを使ってもできます。それでは一つ目の練習を紹介します。ボールを出す側と受ける側が5メートルぐらい離れます。ボールを受ける側にマーカーを一つ置きます。ボールを出す側はマーカーの右と左に交互にパスを出しましょう。ボールを受ける側はボールを止めてパスを返します。J2 の練習の様子をご覧ください。ボールを受けて返せるようになったら次に進みます。今度はボールを受けたら反対側からボールを返します。右でボールを受けたら左で返す。左でボールを受けたら右側で返す。これを繰り返します。慣れてきたらアウトサイドタッチも使いましょう。僕たちの練習の様子をご覧ください。